皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の12日、朝の11時41分、政治資金刷新会議でしたっけ、あちらの方で昨日報道ステーションを見ていた時に、まあ、正面に岸田さんが座られていて、私からテレビを見て、まあ、右手、要するに、まあ、岸田さんから見たら左手に座ってた、まあ、私と同じぐらいの男性の、方なんですけども、まあ、こちらの頭の中で考えていたのは、その派閥云々の話がありましたけども、その党として動いてるんですから、党として動いてるんでしょっていうことを思ったんですよ。もうそれじゃその、まあ、僕と同じぐらいの年齢の男性の方が違うっていうことをおっしゃってるんですけども、まあ、けどそこは潔くならなきゃ無理ですよ。もうそれしなかったら、ずっと派閥とかのせいにしてしまうでしょ。党という責任にもなるし、結局、その、まあ、最終的に各個人がどういうふうに賛成したり反対したのか、まあ、いろんな件に関してですよ。で、その、正直、その20万以下の、その、お金に関して記載がなかったの話で、テレビで放送されてますけども、本当に全部が全部その件の話かな、むしろ万博のチケットの購入とかそちらの方が問題になってるんじゃないかなっていうのが、まあ、私の本音ですね。だからドクラさんの方がなんかチケットの販売もしくは確保が十分できてるみたいなことを言ってますけども、なんか余計その立場で余計言っちゃならないことを言ってしまってますから、年明け早々に万博か被災地かどちらかじゃなくて両方行うっていうことをね。被災地の方で明らかに人手が足りてないんだから道路の復旧とか、もう映像見たら分かりますから、重機だけしか動いてないでしょ。反対側に大人数の、ね、アスリートでもいいから、もしアスリートの人たちでいいから、プロ野球選手とか、まあ、パワー系の、競技の人たちとか、大きなシャベル、スコップでね、道塞いでる道路、反対側に回って歩いたらいけるんだから、重機が行けなくても。そこで50人がかりで、まあ、スコップ担当の人はね、10人ぐらいで、で、一輪車に、乗せて運ぶ人が40人で、運べば、簡単に道路なんか、土砂でなくせますよ。で、そういったところまで含めてその辺の話も出てきてるんだったら、それをやっぱりテレビで放送してほしいですね。なんかもう密室のまま会議が進められてるようにしか見えませんから。だから、うん、まあ菅さんの方がその派閥をなくすっていう話、麻生太郎さんは派閥をなくすことはできないっていうことをおっしゃってるんですけども、派閥があろうがなかろうが、やっぱり党としての責任っていうものは必ずありますから、で、それなかったら無理でしょう。永遠に万博オリンピック開いてしまうんじゃないですか。無理やり税金かき集めて。だから、そういうのをなくして、あとは雇用助成金をなくして消費税をなくすと。書類もだいぶきれいになりますよ。本当は消費税あるだけややこしいですからね、商品一つ一つの値段。本当は消費税完全撤廃まで持っていこうと思ったら、自動車メーカー世界中で、販売数量100分の1以下、基本的にみんな電車バス徒歩。もう昨日のニュース見てやっぱりまだこういうことなのかっていうところで愕然としましたね。中国の自動車の生産量が3000万台、輸出が470万台ほど。人口規模が大きいから、その生産量が多いのはわかるんですけども、まあそれも比率で見たらね、人口で見たら日本も大量に車まだ生産してる方ですけども、それやめれない状態でしょう。結局エネルギーの消費っていうのは拡大しますよ。間違いなく。この状況。で、何がもったいないって言ったら、中古車を上手に使用できていない。
もう新車なんか作らなくていいと思いますよ。一部の電気自動車ぐらいでね、一部のあと水素自動車ぐらいで。補助金も撤廃して。そうすれば自然と中古車の方に流れるでしょう。で、中古車のその販売店が丸々潰れて、まあ私の家の近くに岡場駅という駅があるんですけども、そちらの近く、少し離れたところの、その、中古車センターなんかは丸々潰れて、もうそのまま自動車置きっぱなしでほったらかしなんですよ。で、自動車どうなってるかって言ったら、もう苔生えてるんですよ。だからもう10年前に倒産したのか20年前に倒産したのかすらわかりません。だから上手に中古車をうまく扱っていれば新車にこだわらないね。結局仕事用の移動手段として使うだけだから、かっこいい自動車乗っていたとしても生き方がかっこ悪かったらね、何の意味もないから。だから昨日のその刷新会議で、まあ、岸田さん自体がその気合い入れて、その誠意込めて、その自民党自体が変わらなければならないっていうことをおっしゃっていただいてるところで、私は期待を持ってるんですけども、若手の議員がいきなり逃げかと。私と同じぐらいの年齢の方ね。名前まだわからないですよ。その派閥っていうことで逃げてしまうのって。なんでその人が選ばれてるんですかって。安倍派だから何派なんですその人はっていうところですね。それとも、年配の人も先輩議員の人たちに守ってもらってるっていうことですか。それは癒着体質。実力の世界じゃない。ただひたすら隠蔽。今でも絡んでくる連中が一日まだ何人も存在してる時点で、自民党の人間で何人の人間がね、ハワイ圭介に本当のこと言われたら困るから精神病院行きにしようとしました。ルール法律で正当防衛がありますから、ある程度言いたいことぐらい言っていいはずですよ。怒ってね。で、社会的地位だけ見て票が入ったからとか、そんな形で議員になったから偉いっていう考え方じゃ無理ですよ。人権の方があるか上だから。で、むしろ今までのこの世の中、誰が悪いことしてきたかって言ったら、大きな家建ててる人と高級車乗ってる人。法律見たらわかる。手前勝手な法律を国会で作ってきて、歩合出来高日給、非正規雇用の人間を切り捨てて切り捨てて、金持ちになってきた人が一軒家のローンを返済できている。それと、高級車をさらにプラスで乗ったりしてる。だから大きな家、その、評価額3000万円を超えるような土地付き一軒家で、それ以上の物件に手出してる人間で、まともな人間は多分一人もいないと思いますよ。平気でそういうことができる人間になってしまってますから。そうじゃなかったらそういう家のローン返済できない。それを偉いって言ってたのが議員の世界ですよ。それを私のような一民間人が平気でそういうことを世間に向かって言える社会が正しい社会なんじゃないですか。で、この手の話は多分何回か岸田さん聞いてると思います。岸田さんが直接僕の動画を見たかどうかは分からないですけども、だからその辺のところで、その社会全体が抱えてる矛盾とか、そういったことに関して、今その議員の人に向かってどうなのかなとも思ってるんですけども、この卑怯なコンピューターの世界の神がかり的な力の使用の仕方がね、いかに卑怯かっていうことを分かってるから、なんかそれまた顔潰されても嫌だなって思って、それでただ怒らないだけ。横領事件で捕まったらって思いますね。本当に。片っ端から。
けど社会の仕組み上、法律の制度上、それができない。で、普通に考えていったら、やっぱりこの考え方になるんですけども、結局、所得のある人間は結婚して子孫を残してるでしょう。あと、権力者の人たちとか。で、その人たちの子孫が最終的に N e の残存量問題が解決できなくてね、その物資の運搬とかができなくなって、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、食料の奪い合いなんかしたところで、3日間命が先延ばしできるかどうかの、その世界に直面する。そうすれば何か因果応報とかを考えたときに、すべて話が整合性あるなって思うんですよ。そこまでの突き詰めた話っていうのは、今の50代以上の、まあ、何年か議員されてる方たちだったら、淡井圭介のこういう発言っていうのは何回か耳にしたことがあったり、今、その内容を喋ることによって思い出されてると思うんですけども、だから刷新会議の中でも自民党がどう変わっていくかっていうことを岸田さんが述べていらっしゃる以上、万博オリンピックいらない、でスポーツ振興法いらない、無愛日給出来高いらない、ちゃんと時間給で表記してあげてって、誰が損してるのか誰が得してるのかごまかしの世界なんかやめようって、労働者に対してひどいいじめというよりも個人からの経営者側の人間たちの横領、まあ、経営者の中に結局正社員雇用の人たちも結局入るっていう形になりますね。実際現場ではきつい仕事っていうのを末端の人間にさせて、まあそんなにきつくない仕事っていうのを正社員の人たち側になっている。多分支払わなきゃならないお金っていうのは逆だと思うんですよ。実際きつい仕事とか命がけの仕事をされてる人たちに高い給料を払ってあげなきゃならない。まあその命がけの仕事ってもうスポーツの世界でのその危険な仕事、それはもうなしですよ本当に。ただただ本当は呆れ返るだけの話で、ただただひたすらエネルギーの無駄遣い。あ、まあその刷新会議の件を述べてるこの動画で、まあ万博のことを言うのも結局チケット確保の話があったからなんじゃないんですか。だから万博を無理やり進めようとした。まあ、これをどう受け止めるかなんですよ。会社のためっていうことはもうやめにしましょう。人類全体のために物事考えましょう。で、それで思いっきり会社が損したらいいんじゃないですか。で、それに関わってきた、万博に関わってきた、それでお金稼ぎをしようと した人たちが、100人でも200人でも300人でも、公の前で謝罪会見開いたらいいじゃないですか。エネルギーの残存量問題も言って、本当は分かっていたと。それぐらいのことをしたら強烈な歴史として後の世代に残るから、そういうふうな形のエネルギーの無駄遣い、意味のない万博開こうとしなくなるでしょう。それをきっかけにもう世界中の政府ともう水面下で話し合いして、もうそれきっかけに世界中の万博もうなしにしよう。ダボス会議と経済界、国連経済会議のダボス会議があるから、で、あと、何か物を売りたいんだったらテレビの CM だから、本当は。それしなかったら無理ですから、伝わらないから。テレビの CM していても、まあ、なかなか伝わらない。万博ぐらいで、遠方から人来るかって来ない来ない。近辺の人間だけ。
僕も未だに東京ディズニーランドなんか行ったことないですもん。遠いから。USJ なら行ったことありますけど。これ一般庶民の感覚ですよ。それいつまでたっても身につけられないでしょ。それは、ホームページは IKS が履歴の一番のところ見てもらったらわかる通り、昨年の11月の半ばで、東京新聞さんは正確なパーセンテージの記事出してきてると思いますよ。万博、行きたいって思ってる人、興味あるって思ってる人、3割、69% の人、興味ない。どう考えてもそう。で、朝日新聞の記事、賛成 45%、反対 46%、いつもの手法、自民党の支持者に聞いて、で、それも正確に多分統計した数値じゃない。オリンピックの時と同じ、招致する時。49% と 50% とか 50%、49と51かな。ちょっとだけ賛成した人たちがいたっていうことにしてごまかす。それはテレビ朝日。理役員の人が法学部出身。どうしようもない。法律守らん人間が役員していて、法学部出身の人間が。めちゃくちゃな記事書いてんだから。テレビ朝日の役員は早川さんでしょ。法学部でしょ。出身。呆れ返る。法律の形式見たらわかる。もともと金持ちの人たちは自分たちの子孫さえ生き残ったらいい。自分たちの所得さえしっかり確保できたらいい。そういう仕組みで法律作ってるんだから。もっと経営者の人たちがリスクを負わなきゃならないんじゃなかったんじゃないですか。国会議員の人たちとか。それしなかったら多分ずっと永遠に変わらないですよ。で、最終的な。結局同じようなことを僕二十歳ぐらいの頃言ってるんですよ。ウルツラパークでね。その頃からエネルギーの残存量問題の話にはなってましたよ。で、何回も言いますけども、その当時に日本テレビ放送も株式会社、通称日テレで19時から21時の間でコンピューターが導き出した未来、全部コンピューターグラフィックでね、出てきて、人間が食料回んなくなってエネルギーの残存量問題で、ですぐに死滅して、で、高いビルとかがね、放置されていて、軍艦島でも、廃墟になってるコンクリートのビルあるじゃないですか。そこから木が生えてきたりしてるじゃないですか。あれ、何かって言ったら、まあ、何らかの、その風とかで、だん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 、こう、小さな土や石が積もっていって、そこから、まあ、鳥が運んできたのかもしれないし、何が運んできたかはわかりません。もしかしたら、ただただ風で、まあ雑草とかが混ざるような形で、まあ雑草が生えてきたのかもしれない。根っことか、小さなこれぐらいの根っことか飛んできてですよ。そこから葉っぱとかが堆積して、肥料になって木が生えてる。まあ同じような映像はね、東京のビルの群れのところでね、ビルから木が生えてきて、まあ、苔とかも生えたり、まあ、雑草とかも生えてる。だからそういうふうな映像になってましたね。それがコンピューターの予測でしたね、未来が。正直、一台のパソコン、低機能のものでも、記憶量、容量が今、1TB 近くあるじゃないですか。で、計算能力とか文章を読み込む能力って明らかに人間より早い。それをはるかに飛躍したものがスーパーコンピューターであって、人間の喋ってる音声をエシロンというシステムが記録している。で、 AI がある。で、現状今のままだったらどう考えたって無理。ほとんどの人間が先進文明を崩壊して死滅する。スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、それが何が問題かって言ったら、私が二十歳ぐらいの頃、その1997年、8年、グルーツラパーク、勤務時の頃に、テレビでそこまで放送したのに、何も変わってないところなんですよ。その映像を国会で、年に1回以上は放送する、各地方議会でも、
市長、知事もいる全員出席の場でですよ。それぐらいしなかったらもうみんな現実か分からなくなるでしょ。だって1997年8年にそういう映像を全国放送のいわゆるゴールデンタイム、一番視聴率の良い時間帯に放送して、2006年に都政六法では東京オリンピックの基金が集められている。だからその時の知事は石原慎太郎さんだったんじゃないですか。なぜそんな形になったかっていうことですよ。石原慎太郎さんはエネルギーの残存量問題とか分かっていて、表立ってはその排気ガスだとか CO2 だとか、そういうふうな、まあ、今の放送の仕方ですね、真正面からエネルギーの残存量問題を言わないっていう方式ね。結局それ車屋さんとかが関わってるからなんじゃないですか。航空機とか、だから工業界、そこの売り上げが大幅になくなるから、だから怖がって、そういうことを言えないのか、ただただ金稼ぎに開き直ってるのか。それはしっかりとエネルギー員さんは私は本物として認めますけども、私と同じようなこういうことを大っぴらに言えないんだったら、私は本物の議員として認めません。まあ上川元法務大臣女性の方で、まあ、ネックレスとかつけて仕事されてたでしょ。あの人確かフルーツラパーク来ましたよね、1997年8年。でその後指摘されましたよね、イヤリングの件もネックレスの件も。各政令指定都市は都政六法の内容に従わなければならないという法律がありますし、身だしなみの件について都政六法に書いています。そんなことまで私はいちいち言わなきゃならないんですかっていう話になるんですよ。でその人は外務大臣でしょう。で報道の日に出ていた畠山っていう人間はもともと田中玲奈っていう名前の女優でしょ。エロ打って金稼いでた人間じゃないですか、脱いでね、写真集で。そいつを報道なんかで使用してるんでしょ、まあ、テレビ局の役員とか勤務してる人間がどれだけこの腐ってるのかどうかですよ。まあ、アダルトビデオとかもともとそういうもの作ってるところ、 DVD とか、東京大阪じゃないですか、大都市、大体大都市が腐ってる、根性回ってる。で議員400人もいて、いまだにその辺のところを撲滅することはできないでしょ。で年収何千万ももらってるんでしょ。それ一般人の人は怒りますよ。まあ本当は叱られて当然なんですけども、怒られて当然で、しっかりと敬語で頭を下げなきゃならないのが国会議員の人たちの役目なんですけども、だから俗議員、自分たちの親父さんとか、まあ、もしくは人によっては母親だとか、そういう人たちが議員で、もしくはおじいさんおばあさん、そういう状態を放置してお金稼ぎに埋葬してしまいましたっていうことになるんですよ。現に東京オリンピックの件で、そういったところをもう二度と失敗しないで、なんとかしようで、何名かの人たちは国会議員に集まってきたはずなんですよ。要因はよく見ていて分かんないんですよ。テレビで放送しなくなるっていうことは、昔もこの話だったでしょ、平気で僕は言ってくるから、こういう本当の話、結局テレビ局も逃げやないかと言うてるやん、テレビ局って、君たちもそれで金稼ぎしてるよって、横領組やでって。だから開き直ってエロ売ってたやつまで報道関係に入れてきた、でさらに挑発行為、ふざけんなよ。全員も家財から家まで全部押収されるよ、車まで。って言いたくなります。まあただ、中にはテレビ局のその、ある程度の立場の人で、僕の提案した番組を一生懸命作ってくれて、まあその、心に届くような内容の番組。思いやりだとか人助けだとかね、そういうことを中心に、そういう人たちも一部いらっしゃるっていうのは現実であって、だからそこは僕も忘れちゃならないし、
けどその人たちが国会を動かせるほどの力があるとか、自社の役員を懲らしめるだけの力あるのかって言ったらそうじゃないでしょ。なんかまとも側の人間で意気投合して全員でそういう状況を打破するしかない。僕一人じゃ絶対に無理。言うことはできるけども、そこから先物事を変えることが東京オリンピックの時はできていない。経費削減ぐらいはできましたけども、ある程度。けど何かこうテレビの放送の仕方も変なんですよね。いまいち実態っていう世の中の現実っていうのを分かってないまま、アナウンサーとしてテレビに出てる人間が半分以上、どうしようもない。でも一番どうしようもないのはスポーツアナウンサーで、中には淡井圭介よりも年齢が上のくせに、いまだにエネルギーの残存量問題から逃げ出してスポーツの解説とかしてたら楽しいでしょ、面白いでしょ、それでお金が入ってくるんだから、きつい仕事行ってみなさいな。楽しくないですよ仕事。仕事中に魂があまり混ぜたら多分ダメなんだと思いますよ。だからテレビ局のアナウンサーなんかも、まあ、明け方の番組の報道、一応報道っていう話になってますけども、エンタメとかバラエティ関係扱って朝からヘラ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 笑ってる、いらないよ本当に。そいつら原因で朝起こされてる可能性だってあったんですから。で夜中の番組もそう、いらない番組多い。それで余分なエネルギーの消耗を減らせる、なくすことによって。夕方の報道番組も同じ。バラエティ関係なんかもうほんとどうでもいい。そのまま音楽番組だ、音楽のことだったら音楽番組だけでいい。そこでちゃんとランキング出てくるんだから、あとはそこで嘘言わなかったらいいだけや。刷新会議の方で明確に自民党として決定ほしいのは、決定してほしいのは万博とオリンピック。これに対して自民党としては参加はしたくないと、するべきではないと。でそこには説明が必要だから、エネルギーの残存量問題をしっかりと自分たちから言うと。それが説明責任だと思いますよ、本当の。いいんじゃないですか。ちゃんとその辺の説明したらみんな理解してくれると思いますよ、ほとんどの人は。なぜなら、ほとんどの人の命がかかっているから。もう作ってしまった後ですよ、中国の方。年間自動車3000万台。輸出が470万台超え。日本も数年前で270万台以上輸出してるでしょ。生産量どれぐらいでしたっけ？トヨタさんだけで年間1000万台くらい作った年もあったでしょう。あれ販売台数でしたっけ？それはもう中古車ほったらかしになって放置されるような世の中になってしまいますよ。明らかに生産過剰、100分の1で十分。世界中それで話を折り合いつけてもらえません？できない人、どこの国の政府の議員、無理よ、いらんよ、務まらんよ。その方向で頑張るって言えない人たち、ただただ自分たちのお金儲けのために政治家になってるとしか判断できない。それが事実なんだから。その辺言うか言わないかって根性あるかどうかですよ。
あの人格的にしっかりしてるかどうか。以上。まあ、党として動いてる話を拒否してきた、その刷新会議の私から画面見て、右手に座ってた男性の方、自分から口開いたから自覚あるでしょ。根性出して言ってみてもらえます？ないんだったら、言えないんだったら、私はあなたのことを信用しません。まあ、この人もいろいろ調べたらどうせいろんなこと出てくるんだろうなって、こういう目で見ます。政権交代必要だと思ったら、私と同じ意見の人たちにテレビでそういうように放送してもらう。当たり前、50億人の命の方がはるか上。一法律だけで物事を封印しようとする人間、いらん、隠蔽型、絶対政府におったらあかん人間。あと、経団連とか大きなお金を動かせるようなところにも絶対いたらダメ。隠蔽側は絶対いらない。最後に、言動と行動。それで、どういう方向性の人間なのかを判断します。以上です。不思議なもので、やっぱり31分ですね。